被告人を法廷侮辱罪で厳罰に処す。待て、俺のどこが侮辱罪だというのだ。なんなら強制わいせつ罪でもいいわよ。これのどこが強制だというのだ。わいせつ罪は認めるんですね。いや、わいせつにも当たらない。これは単なる冷え性克服のための特訓に過ぎない。そもそも冷え性の いきなり何をする。ちっ、なんか見えましたよね。一瞬モザイク的なもの見えましたよね。なるほど、判決を待たず刑の執行が始まっているというわけか。なんかかっこいい風で言ってますよ。騙されないで、単なる変態よ。変態とは失礼な。俺は単に病的なシスコンなだけだ。それを変態って言うなよ。なんかっぽいですよ。あれ、ジョノーとか言いそうですよ。全員起立。裁判長入廷。お待たせしました。愛ちゃんの愛はアイコンタクトの愛。目が合ったあなたは今日から愛の可愛い下僕アイドル裁判長進藤愛です。あれ、誰もいないですよ。いつも思うんですけど、さりげに登場の時ひどいこと言ってますよね。可愛いは正義だから、いくら搾取しようが絶望させようがいいんでしょ。まあ、いないのに愛出てきちゃったじゃないですか。プン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 とか言ってますよ。プンプン、しょうがないですね。後で事務所通してゆっくりねちねちクレーム入れてもらわなきゃ。そこだけ生々しすぎます。待たせたな。ちら、見てます、しっかり見てますよ。安心しろ、法廷で、しかもいたいけな美少女たちの前で自分のうつろな影をポロリして醜態を晒す俺ではない。ポロリすぎですよ。例え方が完全にセクハラ親父です。訴えたら確実に勝てるわね。もうすでにここが法廷だけど。それにいざとなればこのマフラーを使って読む討伐も可能。完全に変態認めちゃってますよね。アウトだわ。ちなみに決め台詞は、それは俺の稲荷寿司的なやつだ。完全にアウトよ。では罪状に移りたいと思います。あなたの罪状はもう必要ないですね。同意します。すでに存在自体が罪だから。もぐもぐ。では判決を言い渡します。被告人をカンバラ明人の刑に処します。カンバラ明人、カンバラ明人さんの脇に手が挟まったまま3日間抜けないという刑です。これは温かい。待って、これのどこがヒロオミの刑なんだよ。むしろ辛いのは僕だぞ。いや、冷え性克服のための特訓をしている俺にとっては特訓を無にする行為。考えたな。いいからその格好でその演技はやめろ。マフラーいるか。あ、お前それさっきどこに巻いてた。あ、いいから巻くな。帰ろう。マジでやめて。これにて、暗がりでアッキーの脇を堪能するのも悪くない。ワキワキするな、やめろ。どこ触って、なんだよこのおち。